はい、スティッキービジネスというゲームをやります。なんかシール屋さんになって可愛いシールを作って売ろうというゲームらしくて、はい、いいですよね。シール作りたいですよね。というわけでやっていきましょう。あなたの名前、あなたのショップ。どうしようかな。はい、ガチハリ粘着店でいきましょう。うん、やっぱ店名からインパクト出していかないと。もう誰口からめっちゃ出てるけど、昨日飲みすぎました。ワクワクするね。自分のステッカーショップができるなんて夢が叶ったようなもの。じゃあいろいろと案内するね。これが君のデスク。ここでショップを運営するために必要なものは全部。あ、ありがとうございます。俺の夢、ステッカーショップ開くことだったんだ。クリエイティブコーナーに移動してステッカーをデザインしてショップに置こう。クリエイター。あ、これもう作れるってこと？シールいきなり。なるほどね。あ、なんかね、自分で書くわけじゃなくて、こういう感じで、すでにあるデザインを組み合わせて。これめっちゃいいじゃん。これジャックオランタンさん感あるじゃんね。え、これ既存のデザインを組み合わせてなんかシールを作っていくんだって。これちょっとベースでどうしようかな。この犬の表情すごいな。この犬をここに。あ、どうこれこれぐらいのサイズがいいかな。こんな感じ。あ、もういいじゃんこれ。めっちゃいいじゃん。で、あ、ハンドメイド。あ、どうですかこれ。やっぱ手作りであるってことをね、消費者の皆さんに知ってほしいからね。ハンドメイドとあえて印字しましょうこれ。いや、めっちゃいいなこれ。いや、一作品目としては申し分なくない？じゃあこれでもう作成する。名前をつけよう。あ、白紙。ああ、これが名前じゃなくて、あ、こっちか。名前か。どうしよう。手作りワンダフル。いいんじゃない。絶妙なダサさいいんじゃない。はい、じゃあ手作りワンダフル。この時計には今日の残り時間が表示されるよ。ステッカー作成、印刷、パッキング、発送には時間が必要だから常にチェックしておこう。パッキング。へえ。君のステッカーがオンライン公開される。やめて。明日まで待って。注文が入ったかチェック。あ、ゲームの中でね。あ、そういうことね。あ、びっくりした。俺の手作りワンダフルが勝手に公開されたかと思った。おー、あ、これで1日目終わり。なるほど。ワクワクニュース、最初の注文入ったよ。あ、マジで注文入ったんだ。印刷用にステッカーシートに配置する必要がある。ほうほう。シートに全てのステッカーが入るように配置はきちんと。あ、まあよくわかんないけどやってみよう。紙を選ぶ。白紙。うん、白紙しかない。ステッカーをシートにドラッグ&ドロップしよう。あー、なるほど。あ、こういうこと。で、これでセーブ、印刷。あー、出た。これでいいの。あ、これでシールを印刷したってこと？あ、なるほど。んで、ステッカーを印刷したから注文をパッキングしよう。パッキング？あ、メール来てる。あら、ランタン、私よ、ジュリア・クレイン、誰？ステッカーショップやってるの？すごいね。今度会ったらぜひ、しいことを教えてね。あ、めっちゃ脱字してるわ、ジュリア・クレイン。あ、知り合いっぽい人から注文来てる。これは、あ、なるほど、箱に入れたらいいんだ。紙、
ああ、ああ、あ、緩衝材や。シールにこんな緩衝材いる？はいはいはい、あ、で、この注文の枚数だけ入れたらいいってことね。めっちゃ注文するじゃん、ジュリア・クレイン。手作りワンダフル、めっちゃ気に入ってるじゃん。え、じゃあまあサービスでめっちゃ入れとこう。これなんだ？あ、あー、お菓子ね。あ、お菓子入れたりできるんだ。へえ。まあまあいいや。じゃあとりあえずこれを、あ、パッキングして、郵便局に持っていこう。それもやらないといけないんだ。マジでそのパッキングされた注文を郵便局に持っていこう。あー、入れた。最初の注文が発送された、おめでとう、自分の小さなビジネスが始まったね。あー、なるほどね。マジでその個人でやってる感じなんだな。アップグレードなんだ。あ、すごい。え、あー、これはその種類増やせるよってこと、デザインの。全部可愛いな。え、めっちゃ可愛い。かぼちゃとかないのか。かぼちゃデザインやったらそれ使いたいんだけど。ないか。なんかなさそうだな、かぼちゃ。あー、でもめっちゃデザインの種類あるな。え、この触手めっちゃ欲しい、これ。あ、ダメなんだ。25ハートか。ハートってこれどうやったらもらえんの？なんか、稼ぎ方があんのかな？あ、マジでなんかいろいろ増やせんだな、色とかも。じゃあ新しいの作っか。これシールのデザイン増やす分には別に制限ないっぽいんで。どうしようかな。だったあの、手作りワンダフルが結構好評だったんで、別バージョンも作ろうかな。こういうのとかどう？余白を贅沢に使うスタイル。できました。あ、これはこれですごいいいと思うわ。まるで浮世絵のような、ね、大胆な余白の使い方で。はい、余白。ちょっと犬以外も使いたい感はあるけど。あー、わかった。じゃあこの丸でなんかピンクにして、カエル、カエルをここに置き、待てよ。で、この骸骨もでかくして、この辺かな。あー、どうですか、いいんじゃないですか。あ、これはもう名付けて肉、肉食です。恐ろしい、恐ろしいですけどね。まあ肉食のカエルがいてもいいじゃないかという、そういうメッセージ性を込めてます。これちょっとマジどんどん湧いてくるな、アイデアが。これをさ、こう、ここに植える感じで。これさ、あ、ぴったんこ。あ、あー、いいですねこれ。あ、こう、これくっつくじゃん。あ、めっちゃいいじゃんこれ。あ、てか白、あー、待てよ。はいはい、枠を黒にして、これ白にして、あー、いいね。いいぞこれ。あー、てかもうちょっとこれ植木鉢いらんな。これなしにして、こう、こっちの方向性でいこうか。あ、やべ、はみ出すな、でけえわ。あと全部のパーツワンランクちっちゃくするか。いや、なんか手とかぶってんな。手と足がかぶっちゃうんだよなこれ。いやー、これはしょうがないのか。もう仕様か、これかぶっちゃうのは。手の方上にできたりしないのかな。ちょっと足の、じゃあ足の形変えっか。 OK、 できた。できました。
いやこれは結構な対策になったぞ。制作時間15分ぐらいの対策だこれは。うちの看板商品になってくるに違いない。じゃあまあこれでいいかも。あとはアレンジする必要ないかな。はい、じゃあ作成。え、今日は、え、マジで、あ、時間がない。え、待って、いやでも、え、これでもえ、データ残る、これ大丈夫。いや時間なくても保存ぐらいはできるよね。ええ、大丈夫だよねこれ。明日になっても残ってる、大丈夫かな。じゃあとりあえず今日はもう寝るか。え、大丈夫、俺の対策データ消えてないよね。あ、経験値上がってる。あー、なるほど。あ、これでハートたまるんだ。あー、メール来た。依頼が、あ、依頼来てる。あー、あ、肉食の肉食も欲しいって人来てるじゃん。あー、すごい。あー、なるほどね、そういうことか。じゃあこれをパッキングしたいということね、今日は。手作りワンダフルが2枚と肉食が1枚。いや結構みんな注文してくれるもんだな。オッケー、で手作りワンダフル、あ、ちょっと待ってよ。紙と詰め物入れて手作りワンダフルが3枚。めっちゃ買うなーみんな。手作りワンダフルすげえ大量購入するじゃん。で郵便局で送ると、はいはいはい。え、待って、俺の昨日の、あ、残ってた、よかったー。はい、二足歩行です。いやこれめっちゃよくない？これは間違いなくうちの売れ線になるな。あ、アップグレードしよう。なんだっけ、あ、あれあれ、そう、触手、これ絶対欲しい。よし、触手買った。あとは、どうしようかな。お菓子とか買っとく。お菓子ってなんか詰めたらなんかいいことあんのかな。とりあえず1種類ずつぐらい買っとくか。あー、めっちゃメール来た。あ、動物のステッカーを探しているんだ。今あまり気分が優れない友人にプレゼントしたくてね。君のステッカーで彼を元気づけられるんじゃないかと思うんだ、パトリック。大丈夫、二足歩行で大丈夫、気分が優れない友人にあげるやつ。もっといいのあると思うけど。しかも4枚もいるんだ。ああ、まあでも4枚欲しいって言うならもちろんパッキングしますけどね。おお。あ、これ、ああ、いけるじゃん、いけるじゃん。いや6匹いけるだろ、うん、6匹いける。なんだこのパーティー。ポケモンだったら格闘タイプに壊滅させられそう。1匹、2匹、そんでお菓子持たせるか。めっちゃいいじゃんこれ。よし、 OK。 じゃああとはこれを郵便局で出して OK。いや、この発送作業は割と簡単だな。あ、さあ、触手使いたいんだ。やっぱこのシール作りが楽しいな、これ。発送作業は割とおまけみたいな部分あるけど。どうしようかな。じゃあ、犬の頭で、これを、待てよ。下のレイヤーに。あー、いいですね、これ。めっちゃいいじゃんこれ。できた。いや、いいぜおい。いや、やっぱこの犬の顔めっちゃいいな。何にでも合うわ、マジマジ万能だわ。白米のように何にでも合うわこの犬。タイトルはコーヒータイムです。え、めっちゃいいなこれ。これ普通に俺自分で欲しいわ、コーヒータイム。よし。あれ、あ、俺一個失敗してる。あ、マジ、俺パッキング間違えた。え、どれだ。
めっちゃ簡単とか言ってたのに失敗しちゃった。よし、じゃあ溜まった金で、これじゃなくて、これこれこれ、紫の髪、これ欲しい。やっぱりガチ張り粘着点としては。ハロー、ステッカー何枚か購入したわ。受け取るのがすごく楽しみ。妹のアレックスに見つからないように隠さなきゃならないから、あんまり大きくないといいんだけど。あの子ったら私が自分のために買ったものを全部自分のものにして、私の好きあらば自分語り。すごいな。いや、購入メールにそういうの書かなくていいんだ。あ、この人また来てる。あ、この人で間違えたのかな、俺。あ、かもしんない。また二足歩行4枚くれてきてる。失礼しました。コーヒータイム、早速3枚購入されてるな。いいね、やっぱりわかるか、この良さが。オッケー。で、二足歩行が4枚ね。いや、確か俺二足歩行4枚入れた記憶ないな。ここで間違えてたんだ。うわ、4体の肝。あのね、姉のハンナのケイに貼ってあったステ、携帯ね。ステッカーがすっごくスだったから、素敵ね。私もぜひ手に入れたいくて。日本語怪しいな。姉の部屋に忍び込んで、あなたのショップの名前を発見したの。あー、この人例の妹か。携帯に貼ってあるんだ。俺のコーヒータイム。これ携帯に貼ってんのすげえセンスいいな。はい、出荷。で、ちょっとシールの、これかな？スロットを買って、んーで、ハートが結構溜まってるから、ちょっとデザインもいろいろ買いたいな。どれ買おっかな。なんか使い勝手良さそうというか、面白そうなの買いたいな。ウジ虫？これ。これミミズじゃないの？ウジ虫なの？え、じゃあウジ虫買おうかな。いや、どう見てもミミズだと思うけど。あ、ウーパーループ。あー、ユニコーン。あ、ユニコーンめっちゃいいじゃん。ユニコーンも買おう。ユニコーン。あ、わかった。鳥。鳥を。これぐらいか。あ、いいじゃないですか。ハンドメイドとかクールとか、クール、いや、クールいいか。はい、じゃあこんな感じで。いや、なかなかみんなユニコーンがね、獲物を飼ってる瞬間って見たことないと思うんですよ。これはそんな貴重な一瞬を捉えたシールですね。タイトル、必殺技で。いきましょう。まあ、なんか夢かわだのなんだのってね、ユニコーンの可愛い部分ばっか注目されるけど、やっぱり野生の動物だからユニコーンも、うん、こういう一面もあると思うんだよね。そういうのを伝えていきたいですよね、ガチハリ粘着点では。で、どうしようかな。ただウジ虫、ウジ虫使いたいな。あ、いたいたいた、ウジ虫。いや、もうウジ虫なんてひどい名前つけられてるからさ、払拭してあげたいよね。俺がこのウジ虫を使って素敵なシールを作ってみせるぞ。あ、怖ーい。なんか怖ーい、これ。あー、いいね、程よく狂気的でいいね。あー、こういう方向性ありだな。やっぱこの犬のシールマジで使い勝手いいな。あー、ね、いや、いいよね。だからこんなんメガテンで見たな。メガテンでいたな、こんなやつ。あー、でもなー、なんかちょっともうもうひとひねり欲しい感じあるよね。これもすごいいいんだけどさ。 OK、 できた。ウロボロスです。これは完全にウロボロス。
あの永遠を司る存在ね。いやーこれはいいのできたな、対策ができたな、ウロボロスという名の。あ、またあったわね、ランタン。あってないけどね、メールだから、ね、ウロボロスステッカーがすっかり気に入っちゃった。昔私が文房具コレクションしてたの、エテル覚えてるね。あれね、卒業してからも増える一方なんだけど、あなたのステッカーは私のコレクションにぴったりよ。いや、ジュリア・クレインめっちゃいいセンスしてるじゃん。ウロボロス2枚にコーヒータイム1枚。あ、すげえすげえ。友達のパトリックに君のショップのことを教えてもらったんだ。僕は今とにかく全てに疲れ切っていて、あ、出た、疲れ切っている友人。ステッカーはいい気晴らしにはなるけど来週は。あー、でもウロボロス、いやすげえ、ウロボロスの売れ行きめっちゃいいんだけど。いや、みんな分かってんな、ウロボロスの良さを。うわー怖い怖いよ。あ、入らない、でかすぎて。いや、小腸だもんな、このこのパッケージした時の絵面やばいもんなこれ大丈夫かな、 YouTube 引っかからないかな。センシティブ判定されないというんだけど、小腸人気だわー。はい、出荷。作るか、新しいやつ。てかこれマジで切りないな、終わりないわこのゲーム一生作れるわこれ。うーん、どうしようかな、ちょっとあと2パターンぐらい作ったら終わりにするか。マジで切りないわな。わあ、ドラクエ3の序盤に出てくるやつ。ドラクエ3の序盤で見たことあるこいつ。その名は、大ガラスです。大ガラス作っちゃった。いや。なんか違うなー、やっぱ顔の再現できねえな、これ。もっとデザイン増やしたらいけそうだけど、今の俺にはこれが限界だわ。もうこういうこと散らしたら終わりだよな。終わりって感じするなこれ。もう怖っ怖っ、なんかこれはまた新しい方向性を見つけたな。ああいいじゃないできました。いや、やっぱこういうのがガチハリ粘着点っぽさある気がするなあマジで時間ない。はい、正体不明でエモ系の RPG の終盤に出てくる敵。さあ、じゃあということで、これなんか一覧で見れるとこないのかな、今まで作ったやつ。あ、ショップ。ああ、ここで見れる。自分のショップようこそ、ステッカーの。ああ、なるほど。あ、ここに値段とか。ガチハリ粘着点。あ、ここでホームページ見れたんだ、自分の。ああ、一覧で振り返れますけど。あ、いいですね。いい品揃えじゃないか。いやー、でもやっぱこの中でもウロボロスとコーヒータイムがやっぱ特に目を引くな。うん、この2つやっぱお気に入りだな。カスタマイズ、あ、へえ、なるほど。ああ、このデザイン変えれんだ。かわいい。じゃあ紫にしよっか。はい、じゃあということでスティッキービジネスでしたけど、いや、これ面白かったな。なんか自分でゼロから作るわけじゃなくて、あくまでその組み合わせで作るっていうのがすげえ楽しかったっすね。で、これね、なんか自分が作ったシールを他の人とシェアしたりもできるらしくて、で、そのシールのね、画像をパソコンに保存できるから、なんか実際にシールとして印刷したりっていうのもできるみたいで、そう、だから結構いろんな遊び方できそうっすよね、このゲーム。はい、まあじゃあということで楽しかったです。ありがとうございました。